西鉄バス宗形。西鉄バス宗形は、福岡県の宗形地方西部を中心に、路線バス、観光バス事業を営む西日本鉄道、西鉄の子会社である。本社所在地は、福岡県宗形市上原寺4丁目7番1号。宗形市を中心に、福津市、小賀市、音楽郡岡垣町に、自社直営路線を持つほか、福岡市と宗形市を結ぶ路線を、 西鉄からの管理委託により運行する。自治体からの委託による、コミュニティバスとして、胸方市、コミュニティバス、ふれあいバス、岡垣町コミュニティバス、ふれあいを、特定輸送として、小賀市の健康文化施設、クロスパルコガの量送迎バスを運行している。なお、福津市、シャトルバスは2008年4月1日をもって廃止され、以降は、同市内のタクシー会社2社への委託による、 福津ミニバスの運行となり、当社は撤退した。近年、貸切バスが立て続けに導入されている。車両は、日産ディーゼル車は、西日本車体工業 SD、i スーパーハイデッカー1台、スペースアローが1台、三菱不走車は三菱不走エアロミディが2台、イスズ車は LV が3台使用されている。トッキー以外全車西日本車体工業ボディ。また、西鉄バスからの移籍車や、 中古購入、純正セレガ1台、他など、積極的に力を入れている。自社運行路線の営業所表記は原則として、そう、である。ただし、本体からの管理委託路線に関しては、赤、となっている。2010年7月1日をもって廃止され、赤間本社へ統合。現在は、事務所は乗務員の休憩室のみの仕様となり、展開上となった。路線、 乗務員、車両は、新宮車社もしくは、赤間本社に移管された。担当路線、津崎、金崎線廃止路線。2003年7月に西鉄バス北九州に移管し、八万営業所芦屋営業区となった後、2005年4月1日、廃止。担当路線、路線全廃開設当初は、芦屋町と北九州市を結ぶ、帰管路線で、昭和50年頃までは、 伊藤津遊園を経て浅野まで運行されていた。昭和51年には、八幡駅止まりとなり、一部が、織リオイ島で休行として運行されていた。後に恩賀川駅経由の24番が登場した、ことにより、末期は1日数本の運行となっていた。通学時間帯のみの運行、1990年代まで、中山線の間合いで、直方営業所運行の恩賀川駅発着便も、 運行されていた。アシア支社再生期の基幹路線で、1日50往復運行されていた。限界交通時代には、黒崎駅前止めのほか、賀川駅止めや折尾車こ止めも多数存在した。西鉄バス北九州に移管された後、アシア急行線の登場により廃止。1980年代末のわずかな時期に存在した、アシア、 引きの口北九州道路砂津を結ぶ急行バスの代替路線として設定されたが、本数は極めて少なかった。2007年4月1日廃止。駐車場の一部をチェーンで締め切り、事務所は乗務員の休憩室のみの仕様となり、展開場となった。2011年に事務所は解体された。かつての担当路線住宅街や共愛区間が存在したため、 小模屋線と共用のマイクロバスで運行されていた。2003年4月1日限りで廃止。かつて福岡市中心部まで運行されていた22番を貸子井で打ち切りにした路線。1996年5月までは22番のままだったが、天神貸井浜の23番が22番を名乗るようになったため、2番に改版された。末期は下原経由ではなく、 産業大学南口経由で運行されていた。また、和白営業所発着便も存在した。2009年4月1日限りで廃止。かつて、天神、菓市地区立花口で運行されていた22番を小菓子社に換させた路線。平日朝のさや駅きのみ、新宮駅口発だった。2003年4月より、新宮町コミュニティバス、マリンクスにより運されている。 2011年3月12日のダイヤ改正で、金崎赤間営業所へは行かなくなった。2010年に車庫から死者に昇格された後、2017年3月に廃止。西日本鉄道新宮自動車営業所に併設されてあった。かつての担当路線久山町コミュニティバス、イコバス2012年1月5日より運行開始。当初は無料で運行し、 同年4月1日より100円の均一運賃を収受している。蒸気方向のみ運行している。通常は専用車の日のポンチョ、車番8547が使用される。新宮車廃止と同時に京和タクシーに専用車ポンチョと共に移管された。西鉄からの管理委託者及び譲渡者が中心である。これらは西鉄と同一塗装で、 譲渡車についてはロゴがグループロゴとなっている。限界交通時代に自社独自で導入した車両には白地にスカイブルー、緑色、青色の塗装が施されていたが、西鉄バス棟方となってからはこれらの色の車両の新規導入は途絶えている。スマートループ、新塗装が新宮支車3台、赤間1台、本体各社が6台保有している。棟方市、 コミュニティバスは運行開始時は、イスズジャーニー E、その後は、三菱ローザとヒノリエッセを使用されていたが、2011年10月1日からは、ヒノポンチョが使用されている。久山町コミュニティバスは、ヒノポンチョが使用されている。岡垣町コミュニティバスは運行開始以来、専用ラッピングのローザを使用していたが、2010年4月1日からは、 専用塗装の日のポンチョに置き換えられた。トリアス久山内順カンバスは専用ラッピングとなっている。日産ディーゼル車は、西子 SD、アイスーパーハイデッカー1台、スペースアローが1台、三菱不装車は三菱不装エアロミディが2台、イスズ車は LV が3台使用されている、トッキー以外全車に至高ボディ。一部自社発注車があるものの、大半は、 西鉄本社及び西鉄グループ各社からの譲り受け者である。その他中古導入でセレが1台、いずれも純正ボディなど、現在17台配属されている。一般路線バスの貸し切りもあり、現在は日産ディーゼル車、日野の配置。一部の車両は新宮市社に配属。2010年12月1日西鉄観光再編に伴い西鉄観光から、 西鉄バス村方新宮支社に3台配属されている。2015年7月の西鉄グループタクシー事業再編に伴い、福岡西鉄タクシーの100%子会社であった、村方西鉄タクシーを西鉄バス村方の子会社とした。タクシー事業のほか、乗り合いバスとして日の里循環線を運行するほか、村方市、コミュニティバスの一部路線を担当する。 2015年6月1日より日の里循環線、路線及び車両を西鉄バス宗方より移管した。営業所所属記号はそうと表記している。自社公式ウェブサイトはない。西鉄バス宗方の時刻、運賃は西日本鉄道公式ウェブサイト内の西鉄総合時刻、運賃案内で検索可能楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。